企業によるクラウドコンピューティング、データストレージの導入が加速する中、プライベートサーバーからの継続的なデータ転送やコネクテッドデバイスの統合、さらには AI、5G、IoT の進歩により、今データセンターは急速な進化を迫られています。業界のデータや統計を提供するプラットフォームスタティスタの予測によると、データセンターの世界市場規模は着実に拡大し、2026年までには3940億ドルに達すると予想されています。調査会社アイマーク社によると、データセンター半導体の世界市場規模は2027年までに141億1000万ドルに拡大すると予測されています。データセンターの演算能力、ストレージ密度、ネットワークスループットの向上に伴い、より高いエネルギー効率と電力密度が求められています。より高い電圧と電流が必要とされる中、ミッションクリティカルなサーバーの停止やデータ損失を防ぎ、データ漏洩を防止するためにより高度な回路保護が必要とされています。データセンターは世界でも最も大きなエネルギー消費量の割合を占めるため、エネルギーの消費削減は極めて重要な課題です。さらにサーバーとネットワーク間のシームレスな統合には、優れたシグナルインテグリティの実現に最適な高速接続ソリューションも必要になります。マウザーではデータセンターに求められるコンポーネントソリューションが全て揃います。スマートで安全かつエネルギー効率に優れ、デザインへの組み込みも容易な製品を取り揃えています。リテルヒューズの SMTO-AK2 TVS ダイオードは改良した SMTO-263 パッケージで提供され、小型化を実現し、プリント基板の自動組み立て化に対応します。SMTO-AK2 シリーズはサージ事象や誘導負荷スイッチング電圧過渡事象から高精度の電子機器を保護します。アナログデバイセスの LTC3889 高圧コントローラは、デュアルポリフェーズ DC-DC 同期型高圧スイッチングレギュレータコントローラです。このコントローラは I2C ベース PM バス準拠のシリアルインターフェースを備えており、プログラマブルループ保証が備わった高電圧入出力機能を搭載しています。LTC3889 はテレコム、データ通信、ストレージシステム、工業およびポイントオブロードアプリケーションに理想的なソリューションです。ザイリンクスのアルベオ U50 データセンターアクセラレータカードは、ザイリンクスのウルトラスケールプラスアーキテクチャをベースに構築され、 75W と電力効率に優れたロープロファイル型のフォームファクターにパッケージングされています。8GB の HBM2100GBE ネットワーク PCI エクスプレス 4.0 を統合しています。アルベオ U50 は金融コンピューティング、機械学習、計算ストレージおよびデータ検索分析におけるワークロードに対して最適化されたアクセラレーション機能を提供します。アンフェノールの FCI バーグスタックプラス 0.8mm メザニンコネクタは、高速高密度アプリケーション向けの基板対基板ソリューションです。既存のバーグスタック 0.80mm コネクタシステムとの介互換性とフットプリント互換性があり、最大 16GB 毎秒の優れたデータ転送速度を実現します。データ通信、テレコム、サーバーストレージ、組み込みコンピュータに最適なソリューションです。データセンター向け製品ソリューションについて、さらに詳しくはマウザーのウェブサイト www.mouser.jp をご覧ください。